大小14のバンカーに囲まれたホールです。グリーンは右から左に傾斜しています。ティーショットを思い切り飛ばせばセカンドは難しくないでしょう。私があなたのキャディーをするわ。よろしくね。ゴルフはエンジョイすることが一番大切よ。さあ、行きましょう。打ち下ろしのロングホール、セカンド地点から上りになります。手前のガードバンカーには要注意です。豪快に飛ばしましょう。ただし右の池とバンカーに注意。
草に沈んでいるのは少しだけだから大丈夫よ。ボギーよ、もう。もっと頑張って。眼下へ打ち下ろしのショート。高低差は30メートル近くあります。グリーンは中央にくぼんでいます。右の池にも注意してください。風の強さ、方向、打ち下ろしということも考えて慎重に。でもパーくらい取れて当然よね。
谷越のミドル、ショートカットか安全策かのギャンブルホールです。グリーン中央付近は盛り上がっています。池越えでショートカットか、左の林をスライスで狙うかですね。S 字型のロングホール、頭脳プレーが要求されます。グリーンは中央にくぼんでいます。
ボギーなんてみんなすることよ。気にしないで。左側には山が迫り、右側は谷になっているショートホール。グリーンの右先も崖になっているから注意。右側は谷になっているからスライスは禁物です。でもパーくらい取れて当然よね。ティーからグリーンまで上りのタフなミドルホール。